万里の美漢字ノート中本博士のペン字講座、今回は月っていう字の美しい書き方について説明します。これは月1000円をお支払いしますと、有料会員に登録することができまして、有料会員になりますとこのような、縦罫線横罫線だとかですね、文字をちっちゃく、例えばこれなんか縦15文字横10行出せるようなフォーム、これにいろんなフォームでプリントできます。自分で勉強したい、例えば、画数がですね、多くてどうも苦手な字などはですね、例えばここの例で説明しますとね、このようにですね大きな罫線を選択してそして練習することもできます。今回月っていう字はですね、縦8段横6行のフォームでプリントしてました。ではこの月の美しい書き方について説明していきます。月はですね、まずこうスーッとこうですね遠くに抜いていくような気分で、こう書いて一回ちょっとウエストを締めて、またちょっと広がって最後またちょっと締めて、こんな感じです。こっちぐっとこうくびれ、こうしてくびれさすんです。少しこうくびれさせておいて、またちょっとくびれを広げていって、広げっぱなしだとおかしいんで、また最後ちょっと内側に入ってこう来てこういうの気持ちですね。ちょっと極端に書きますね。これちょっと極端面に表現しておりますけど、だいたいこのぐらい。もう一回書きますね。こう来てここからまっすぐにちょっとくびれさせて、またこう来て最後ちょっと内側に入れて、こういう気持ち。そしてここにこうゆったり90度ぐらい、これをですねこう書いてこうしちゃいますと、ここの空間が窮屈でダメです。ゆったりした空間を設けるように書きましょう。あと月はですね、この空間の配分ですね、下がちょっと広いです。そうするとこう下半身が伸びやかで、人間でもそうですね、八頭身が美しく見えますね。ですから下の方ちょっと伸びやかに書くと美しい、人でいうと八頭身の月っていう字を書きます。以上、これで月の説明を終わります。